大人も社会人としてこういうご指摘を真摯に受け止めて、私としては実践を続いて適正、諸方に基づいて報告しておりますけれども、議員という大きな立場から見るにご指摘をやはり真摯に受け止めて、どこかで折り合いをつけなければ大人じゃないと思うんですよ。ですから私はその議員という本当にも僕は小さな子供が大好きで、本当に子供が大好きなんで、ですからもうそういう子供たちが本当に申し訳なくて、こんな大人で県民の皆さん、私は本当に死ぬ思いで死ぬ思いでもあれですよ、一生懸命脱線に脱線を重ねて一生懸命に移り住んで、やっと県民の皆様に認められて支援された代表者たる議員であるからこそ、本当にこうやって報道機関の皆様にご指摘を受けるのが本当に辛くって情けないって言ったら、子供たちは本当に申し訳ないんですよ。ですから皆さんもご指摘を真摯に受け止めて、議員という大きなカテゴリーに比べたら政務長さんさせておいて報告の折り合いをつけるっていうことで、もう一生懸命本当にそうした問題、高齢者問題を大きな問題だ、
自分の力で、自由自在のわずかな力ではありますけれども、解決したいというふうに思っているからこそ、ご指摘の通り、平成26年度には、卓球場5回行きました。301万円支出させてみました。日帰りでございました。そのご指摘を真摯に真剣に受け止めようとするから、一人の大人として、なんとか折り合いをつけるところで折り合いをつけさせていただいて、もっと大きな目標、議員として少子高齢化を少しでも解決すべく、議員として活動させていただきたいからこそ、こらえにこらえて、なんとか折り合いがつくように、平成返納という形を自分のこと相談させていただいて、ただ議員公認にあって、これは議会全体の問題に関わることかもしれないという恐れがあるから、議員個人としての記者会見であり、議員個人としてお約束できる範囲でしっかりとお約束をさせていただいたら、私自身も議長に何回も何回も選出されたいと願っておりましたけれども、選出されず、やはり議会の多分先生方のご意見を真摯に受け止めなければいけない、そういうスタンスに立って、もうそれでも距離をこらえにこらえて、それでなんとかご指摘は適正なものだと認め、自分たちと相談して、平成返納ということを踏まえて、議会で他の会が議員の先生方の整合性を捉えられるということが、今ここの私個人の記者会見としては、しっかり公の場としてお約束させてしかめると、そういう意味合いにおいて、なんとかご指摘のことを本真摯に受け止めて折り合いをつけさせていただきたい。なぜかといえば、議員というそういう大目標の中に、もちろん政務調査費、政務加算費、もちろん大事ですよ、大事ですけれども、議員というそういう大きな国の中には、ごくごく小さいものなんです。